青い空のネオスフィア。さあ始めるよ。ふむ、少し頭が痛い。問題ない。すべては予定通り。戦える。これでな。一年持てばよい。やれることはすべてやる。仕込みは万端。ネオスフィア公、ナザウ公、デハビーラント大公、神聖サーブ帝国騎士団の長。天上人民の助言者、貧民の保護者、神の恩寵によるパシアテ文明の後継者、そして小王国と惑星の王。エリンシエ・ヤースロップはこれら霊妙なる名を継承し、ここに王権の発動を宣言する。意義あるものは唱えよ。我が神とこの尊き沈黙に世は誓おう。そう、国事の煩いや務めをいとわず、ネオスフィアの繁栄のためこの身を捧げんことを。偉大なるパシアテの後継として。ベルキン、そばへ。あとは細々とした雑事だけであるな。そばへ。世はもうこの場にいなくても差し支えあるまい。見よ、だいぶ以前から具合が悪かった。先ほどの儀式の最中、ついに言った。浮いてるだけ。もう抜け殻だ。葬ってやらねばなるまい。ハイガーデンに行く。この者らが一番好きだった場所だ。なんだ。
どのような処置をして知恵をつけてもエリンシエの根には拭いきれぬ子供が残っている。今はその道具が愛おしい。ハイガーデンにいる。何かあったら呼べ。すみません、お話し中失礼します。ネオスフィア王国の方ですか？入国手続きでよくわからないことがあってお尋ねしてもよろしいでしょうか？午前の便で帝都から到着したものです。いえ、それが私の荷物入国規制に引っかかるって言うんで船から降ろせないでいるんです。なんというか、この辺りにいる方で一番偉そうな感じに見えたもので。すみません。で、なんとかならないでしょうか？これなんですけど。許可は受けてるんです、ちゃんと。
メでしょうか。はい、行こう、スーカ。